いいね。おはようございます。いよいよ小田原に帰るか。その前にちょっと名古屋でね、少し、すごいね、高層ビル地帯でね、ちょっと飲み食いして、いよいよ小田原に帰ります。寂しいな。しょうがない。ホテルをチェックアウトして、名古屋城に向かうことになりました。お友達の車で、ガッツンガッツンツリリンコと名古屋城に向かっております。名古屋城の近く、ふもと？あ、そうですね。名古屋城、正門、200メートル。なんか、お城の周りっていうのは、こう、木々がいっぱいあって綺麗だな、みたいな、ね、感じです。いい感じだね、今日ね。秋空だね。そうか。ここからは名古屋城の美しさ、歴史感、雄大さ、素晴らしさをご覧ください。お城に興味なんかねえんだよって方は、ホップステップスキップスキップで、食い物のところまで行ってください。いや、今回の旅はなんかお城づいてるで、なんかね、三条も行っちゃったよ。最後に小田原城でも行ってみっかと思いつつ、名古屋城素晴らしいですね。特に屏風ね、それからこの廊下、本当に美しい内観っていうんですか、写真撮って OK っていうのがさらに嬉しかったです。名古屋城を後にして大須商店街をぶらり旅。いや、懐かしいな。1年ぶりぐらいかな。招き猫あっちこっちいるんだよね。いや、この商店街も来るたびにお店が結構ね、入れ替わってる感じですね。競争が激しいんでしょうか。名古屋大須商店街的なところですね。はい、ここで骨董品的なお店発見。すごいね、なんかこれすごいな。何？あ、コーラ？コーラ？すごいね。やっぱり入りました。これがね、ガーリックライスだよ、今日。スーピー、スーピー、白米。あ、この前はこれが紫飯だったんだな。大須の街をぶらついて行き着いたのはこちら、やっぱステー、やっぱりステーキ、沖縄発祥のステーキ屋さん。いや、食券制になっておりました。店内込み込みですよ。これ小田原にあったらもう何回行っちゃうのみたいな、週3回は行っちゃうんじゃないのっていう感じなんですよね。ライス、おかわり、スープ、サディと、おかわり自由なところがコスパ最高じゃないの。とりあえずステーキが焼けるまでサラダをつまみに生中ごっくんごっくんごっくんリムスケ。いやー、じじいになると野菜でも飲めるんですね。またこのごまドレッシングがうまいんだよな。まず最初に来たのがお友達の頼んだハンバーギー。このシズル音最高だよね。
熱々に加熱された溶岩板の上のハンバーグ、もうたまんないよね。この香り、この音。来たよ来たよ、来ましたよ。やっぱりステーキのサーロイン、この肉の分厚さ。早速薬局食べてみましょう。片手に iPhone、片手にナイフ、全然切れねえじゃんかい。一旦 iPhone を置いてステーキのカッティング、やや甘めのステーキソースをたっぷりかけて、じゅんじゅんじゅじゅんじゅちょりのすけ、焼いてます。焼きすぎてるかもしれません。さらにレーターたっぷり汁だくにしてから、いいただきます。パックにのすけ、うん、まっ、変わらずうめえぜ。おいしい。ガチうまです。うますぎるかもしれません。お肉に舌鼓を打ちながら、おかわり生中2杯目、ごっくごっくごっく、龍之介幸せだな。そしてサビ、肉とビアの二重奏、食べては飲んで、食べては飲んでの繰り返し、ラス1だ。なかったな、パックンチョ。いや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 、大満足でした。ビールでお口の中をゆすいで、ごっくんごっくんごっくりのすけ、ごちそうさまでした。次回だ。商店街を歩いてるとヤバトン発見。このヤバトン、店活がない昔のヤバティーンっていうコンセプトで作ってあるらしい。味噌カツがないんかい。不思議な感じだよね。ヤバステで、お腹を満たし、また商店街へと繰り出します。いやー、にぎわってます。にぎわいすぎてるかもしれません。商店街を歩いて入ったお店は口平さん、50年やってるらしい。すげえ。やめらんないっすね、飲みっぱなしっすね。注文したのはちょいどみセット1000円、土手にプラス串カツ2本。まず来たのは土手に、いや本場のいい香り、一味をパッツンパッツンパッツン、リーノスケとぶっかけリーナしていただきましょう。いただきマウス。うまい、コクがある、最高です。お次は串カツ2本の登場。まずはビールで喉を潤して、きゅうりも別注で頼みました。串カツ、味噌だれがついていて、パックリーノスケ、いやうまい。もっとくどいかと思ったけど、うまい。やめられません、止まりません。昼飲みは別注文しただし巻き、この色、普段巻いてるだけあって、色を見ればうまさがわかる。続いて来たのはマグロの山かけ。やっぱこういう暑い日はチュルッといかねえとな。だし巻きを直近直近パックリーナ、うまい。
いや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 、だし巻き、串カツ、山芋と次から次へと食べては飲んで食べては飲んでの繰り返し、最高です。やめられません、止まりません。やっぱりね、クオリティ高いですよね、本当にね。うん、さすが創業50年余りのお店、何を食べても美味しい。ここのママさんは3代目らしい。このマグロ、山かけのマグロが、いや非常に美味しい。マグロ好きの私にとってはラッキーラッキー大ラッキー、生マグロじゃないかなと思われます。何食べても大満足な口平さん、パパッと食べてごちそうさまでございます。いきますか。次に向かったのが招き稲荷、招き屋だけに大須に来た時には必ず来ます。この鳥居がかっこいいんだよね。ズン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 と奥に入っていって、シャリンシャリンと、今回の旅もありがとう、これからの旅もよろしくお願いしますと願をかける。前回来た時そこに猫が雨宿りしたのに。次に向かったのが大須観音、非常に綺麗なところです。それでは大須観音をじっくりご覧ください。大須観音もじっくり楽しみ、そろそろ帰らねばならぬ時間になってまいりました。寂しいね、鳩が飛び交いすぎてるかもしれません。鳩さん、名古屋の駅まで連れておくれ。ピュールーラ。そして名古屋駅エスカの地下に潜ってヤバトンに入店。相変わらずメニューをペラペラペランコペラリーナ、どれもこれもうまそうだぜ。胸が弾むぜ、心が躍るぜ。どれにしようかな。あ、やっぱり普通のロースのとんかつ味噌カツ、これだろう。結局薬局ドラッキーストアで頼んだのがロースの味噌カツ定食、エンド忘れてはならないキリンラガー。まずはラガーをグラスについてごっくりのすけ、今回の旅の一人反省会という名のただの飲み、これがやめらんないんだよね。そしてもう一口ごっくんごっくんごっくりのすけ、止まりません、止まらなすぎたかもしれません。ごっくんちょ、ビールを飲みながら待つこと数分。来ました、来すぎてるかもしれません。ロース味噌カツ定食、うまそうじゃないこれ。桜漬け、ロースカツ味噌だれつけて、その上にごまをシャンシャンシャシャンシャッシャリーノスケ、こ
こうやって食べるのが美味しいとお店の人が言ってました。それでは一口いただいてみましょう。この揚げっぷりごっくりなと、うまっ。瓶ビール、帰りながら一杯にしておこうと思ったのですが、こんなうまいつまみ飽きちゃったらね。結局瓶ビール2本目に入りながら飯もパックンチョ。いやー、このレンコンの煮物、これもシャキシャキコリコリ美味しいし、桜漬けも美味しい。またこの味噌汁もうまいんだよね。たっくんたっくんたっくりのすけ、日本の瓶ビールもそろそろ飲み終わり、あとはごっくんちょして飯かっくらってとんかつ食って味噌汁飲んで終了か。心惜しゅうはございますが、本当に美味しいお店でした。エスカ校内ヤバトン様、ありがとうございます。おいごま最高です。ヤバトンのとんかつも食べ終え、新幹線ホームにたどり着いたところで、きしめん屋さん発見。新幹線ホームのきしめん屋さん、端っこの方に太い麺でね、線路を挟んで2つあります。小田原行き方面の、東京行き方面のきしめん屋さんに入ってみたいと思います。食券を買って注文したのがたぬききしめん、これです。うまそうじゃありませんか。いつものように一味唐辛子バンバンぶち込みながらの、いただきます。いやー、もうね、ホームにいた時から漂っているこの鰹節の香り、すごいいい匂いなんですよね。たまりません。ずるずるずるっと箸が進みます。ちょっと厨房内を見ると、大量の鰹節をね、使って黄金だしを作っていました。さすがです。あんだけ入れればこんだけいいだしが取れるんでしょうね。いや、お見事お見事、さすがです。こんなに美味しいしめんは初めて食べたぜ。ということで、このお店の名前は明代きしめん住吉様。いや、ほんと出汁効いてて美味しいんだよな。もうこのふやけたタヌキ、そして玉あぎ、最高だぜ。ごちそうさまでございます。新幹線もやってまいりました。これで名古屋ともお別れです。寂しいね。
名古屋飯美味しかったな。それではまた会う日まで名古屋よ、さようなら。いやー寂しいけどしょうがないな。新幹線に乗って小田原までひとっ飛びします。懐かしい。小田原に到着。なんか懐かしさを感じております。いや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 、ただいま小田原、さよなら大阪、名古屋。それでは家路に着きたいと思います。うん、旅終わったな。うん、大阪、愛媛、兵庫、名古屋、どこ行ったっけな。とな、あの信号の横が店です。だからそこで休んで家路に着きたいと思います。長旅だった。なんか寂しいな。またどっか行こうね。うん。